しゃいませ。はい、どうもこんにちは。今日はグルテンフリービールをなんとソムリエと一緒に検証したいと思います。はい、じゃあソムリエの紹介です。じゃん、こんにちは、久保さんです。久保でございます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でですね、今日は何種類かビールを用意しました。全部で5種類のグルテンフリービールですね。構成を期す、まあ、構成かどうか分かんないですけども、テイスティンググラスでちょっといっぱいいっぱい久保さんと一緒に飲んでいきたいと思います。さあさあ、今日はね、その単純に僕が美味しいとかまずいっていうだけじゃなくて、ちゃんとソムリエと一緒に飲みますからね。どんなもんなんでしょう。泡立ちクリーミーですね。泡立ちクリーミーですね。すごくいいですよね。はい、はい、ペールエアですね。ペールエアですね。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。おお、香り、なんか足んないっすね。なんか足んないっすね。なんか足んないよね。何が足んないだろこれ。まあでも普通のペールエールですよね、うん、まあまあまあ、なんかどこにでもありそうな最近 の、うん、そのクラフトビール系のペールエールですって感じ。飲みやすい。あ、飲みやすい。あの言い方を変えれば飲みやすい、うん、お疲れ様系かな、うん、あの癖がないですね、うん、続いてどんどんいきたいと思います。どんどんいきましょう。オミッションラガー、ラガーです、ね、これ本命なんじゃないかなと思うんですけどね。どうかな、ラガー、はい、まあ、ドイツスタイルですね。まあ、日本のビールは基本的にこのピルスナラガー系なので、ははでも色軽い色ですね。あ、本当だ、うん、まあでも泡立ちは綺麗。泡立ち綺麗、うんうん、さあどうでしょう。さあどうでしょう。はい、はい、第2回お疲れ。お疲れです。飲みやすい。ラガーっちゃラガー。ラガーっちゃラガーですね。でもこれ普通に出されたらわかるかな、うん。オリオンビールみたい。ああ。オリオンビールみたい。めっちゃ軽いっすね。で、さらっと飲めそう。さらっと飲めますね。でも香りも、うん、こう清涼感のある香りというか。ね。うん、2つともこうサワー感がさらっとくるというか。さらっと来ますね。うまい。普通に美味しい。普通にうまい。うん、まあ、ちなみに。うん、値段700円オーバーなんで。マジっすか。うまくなきゃ困る味です、ね、困るよねって感じ。ダブラダブグルテンフリービール、はは、名前がかっこいい。これどこのなの。スペイン製。スペイン製、うん、見てみましょう、うん、行ってみましょう。ラガーですかね、これは。ラガー、うん、ラガービアって書いてある。そうですね。さっきのやつも若干色がなんか泡立ちも薄い感じがするな。あ、そう、薄いですね。うん、キメの細かい泡ですね。ああ、確かに。はい、味がしない。まずい。まずいって言っちゃった。なんでしょうね、これ。なんだろう、全く味がしない、うん、ノンアルコールビールみたいな。おお。なんか最初出たてのキリンフリーみたいな。確かに。だったらキリンフリーでいいじゃん。あ、ダメだ、クリテ入ったから。ずれちゃう、ずれちゃう、ずれちゃう、ずれちゃう。味がしない。米でも入ってるのか。何入ってるの。いやでも原料は大麦麦芽、ホップ、米。あ、米入ってるんですね。ビール苦手っていう人はこれがいいんじゃないですかね。ああ、だったらビール飲まなきゃいいんじゃないですか。極論ですけど、ね、極論ですけどね。この3つ飲んだ中で今のところどれが一番いいですか。まあ、
何ですかね、びっくりする感じだったな、このオミッションのラガーですね。すごく美味しいビールですね。順番的に言うと、だからオミッションラガーの E のオミッションのペールエールのまあダブルラガー、まあ、ちょっと開けるね、このくらい感じですよね、このくらい開けるね。グスベルクツムボール、ツムボール、うん、こちらはね、オーストリアですね。オーストリア、でもヨーロッパってやっぱり盛んなんですかね、グルテンフリーね。そうなんでしょうね。スポーツ選手なんかも結構こうグルテンフリーをあえてやってるね、プロフェッショナルの方とかいますよね。ジョコビッチとかそうでしたよね。そう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 、最初知らなかったんだけどね、ジョコビッチが誰だかね。じゃあ若干濃いめですね。濃いめ、あ、濃いめですね。友達も良さげですね。ドイツ系のビールになるんですかね、うん、変わった香りがする。変わってる、なんだろうこれ、穀物なんでしょうね。でもなんかちょっとこうパンっぽい、うん、自分好きですねこれ。これなんか2杯目とか仕上げに1本飲みたい感じ、うん、なんだろう、程よく香りもあって味もあって、うんうん、飲み口もすごいうまみが後味に残るような感じですね。ほんと、うん、あ、これ、うん、面白い、うん、まあ、好き嫌いは出ちゃう味ですけど、あ、確かに、いや、いいと思いますこれ。これなんか置いといてもいいかなみたいな感じですね。ちょっといいっす ね。これ出されたら、うん、まあ、外国のビールですって言ったら、はいっていう、はいっていう、こうすんなり、ね、特にそういうグルテンフリー的なね、ネガティブな感じは一切ないですね。ほんとほんと、なんかグルテンフリーのビールって何かを代償にこう、ま、味を、ま、味をまあ完全に必要なものをちょっと引き算した感じが、そう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 、それはないですね。ないよね、はい、おいしいおいしい。じゃあ今のところの順位で言うとどんな感じですか。でもやまあ、これとこれは結構やっぱいいですね。同列、同列な感じですかね。あ、こんな感じ、まあ、でちょっと相手こう言ってオミッションでこの、まああの、うん、1本900、まあ、1000円ぐらいかかっちゃってるこの子が一番こうこんな感じ、残念な感じですか ね。次です。皆さんもう有名な、実はブリュードッグブルーワリーから出てるグルテンフリーが1種類あるんです。久保さんに教えてもらったんですけど、バカボンドペールエールっていうのがグルテンフリービールで、まあ、僕も全然最初グルテンフリーっていうところを全く見てないで買って飲んで、いや普通に美味しいペールエールだなと。あ、ここんちは本当に何ですかね、どのビールも材料、いい材料をもっとブワドブワ使って、うん、特にホップがものすごくいいので、ね、一時期大手竹量販店でも置いてましたよね、はい、あのブルそうですね、なんか山屋さんみたいなところでも、ね、今もう置いてないんですよね。今人気があって買えません。なるほど、安くないビールなんですけどね。確かにね、これで多分1本480円とかするビールなので、うん、いや全然、でも隣のビール900円なんですよ。ああまあ半額ですね、半額ですね、はい、はい、ポップのいい香り、すごいよねこの作り方。ちゃんとこううまい苦み、まあ、こうなんかちょっとこう柑橘系、グレープフルーツとかそういう感じの爽やかなコクがあって、ね、うん、まあ、ごくごくも飲めるし、うん、味わえる、ね、そのいわゆる日本で市販してる銀色のやつとか、うん、金色のやつとか、タイ釣ってるやつとかああいうのとはもう一線をもう隠して、ね、もう完全にもう我が道を行くって、味のある、旨味のあるビールですかね、うん、なんていうの、マイクロブリュワリー系っていう感じ、まあ、そうですね、今流行りの、まあ、クラフトビールメーカーではあるんですけど、うんうん、僕はもう本当にこのビールが好きでクラフトビールを扱おうと思ったので、ああでもこれ美味しい、本当美味しい。だから先に飲んだ4本はやっぱりこのまず香りが弱いんですよね、うん、どれも全般的に香りは弱かったですね。強いて言うならオミッションぐらいしか、まあ、作りの問題なんでしょうけど、うん、エール系はやっぱりこう香りとその何ですかね、心地よい苦みと後味のコクっていうところで、うん、ね、結局これがうまかったなって感じだまあそうですね、できですみたいなさあ最後、さあ
ブリュードッグを入れた感じの順位です、うん、まあ、あくまで主観にはないでしょ。主観です。客観なんてもう全然ないんで、はい、まあでもやっぱりこう頭一個抜けてる感はありますね、ちょっとね、はい、こんな感じ、はい、こんな感じこんな感じですかね、こんな感じかな、はい、ただ普段あんまりこうクラフトビール飲まないよっていう、うん、普通の日本の国産のビールが好きだよっていう人には、まあ、このオミッションすごい良かったですね。確かに悪がない分さらっといける、あのとりあえず生派の人はこれがいいと思います。いいと思う。で最近のこうやっぱりこう味のあるビールが好きだよっていう人は、まあ、このブリュードッグであったりとか、そうですね、あとは名前忘れちゃった、なんだっけ、グスベルクツムボールですね。注文できないいやでもこれもなかなか本当に良かったですね。香りもなんか、あ、ちょっと穀物っぽい香りがしたら、コーンも入ってるんですね。コーンなんだ、はい、日本のビール以外でコーン、モンスター味系が入ってるのはちょっと初めて見たんですけど、もうこれも全然悪くはなかったんですけど、エールかって言われると、まあエールだけど軽くて飲みやすい、この夏の時期はいいかもしれないです。それどうですか、赤いやつ。ビール嫌いな人が飲んでも気にならないっていう、ビール決めないと飲まないし。はい、ということで、はい、今日はグルテンアレルギーの僕が美味しく飲めるビール、はい、グルテンフリービールの中で5種類、はい、この5種類でございます。はい、美味しかったです。美味しかったです、ね、こっち側も美味しい、この子です、ね、これが一番うまい、やっぱり。そうでちなみにこれはパルメくらいしか飲めないと思うんで、そうですね、まあ、こっちのこのブリュードッグのビールを扱ってるんで、まあ、うちは大概あります、はい、すごく美味しい、あのフレンチワインが中心とした美味しいワインなんですけども、ワインバーでございます。はい、ということで今日は楽しいグルテンフリービールを検証しました。はい、ありがとうございます。バイバイ。はい、さよなら。もともとビールそんな好きじゃない普通にワイン飲みたい。はい、お疲れ様です。